クロイドーンの猫殺し事件とは2014年からクロイドーンで始まり最終的にイングランド全体で400匹以上の猫やその他の動物のバラバラ死体が発見されたことに関する連続動物虐待事件である同一犯によるものと思われた猫の切断死体の報告はロンドンを越えイングランド北部のマンチェスターにまで及んでいたしかし2018年9月20日に ロンドン警視庁は一連の猫の切断は人為的なものではなく車にひかれたり野生動物の捕食により引き起こされたものであると結論付けたためクロイドンキャットキラーと呼ばれた犯人は架空の存在であったと判明したいくつかの専門家はクロイドンの猫殺し事件を典型的な集団パニックの一例として見ている2018年12月 ロンドン警視庁はこの事件の捜査で13万ポンドと2250時間を浪費したことが情報公開請求により明らかになった。2015年10月、サウスノー・ウッドで活動する小規模動物愛護団体が警察と英国動物虐待防止協会に猫の切断事件について通報した。11月にロンドン警察はアンディコーリング上刑事主導のもと、 高辺事件の名で捜査を開始した。2016年1月には3万人の地元住人が警察に死体の DNA 検査を依頼する請願書に署名したと報告されている。2016年2月までにストリーサム、ミッチャムコモン、サットン、チャールトン、テッカム、フィンチェリーで猫10匹の死体が獣医を介して匿名で報告された。同月2月に警察は 猫が意図的に人間に殺されたという証拠は見つかっていないと報告している。しかし調査に参加した獣医師は殺された猫の胃の中に生の鶏肉を見つけたことから猫は何者かに肉を提供されてから殺されたのではないかとの見解を示した。2016年3月に公臨部長刑事は犯人は動物を殺した後死体を切断したと思われ、 公の秩序に関する違反や、窃盗の容疑で告訴される可能性があると述べた。しかし、調査された猫6匹のうち5匹は、窃盗や、鬼没損壊での立件が困難であるとも述べていた。同月、DNA 検査が行われたが、人の DNA は検出されなかった。2016年4月、英国動物虐待防止協会は、猫の死因を共通して、 車に引かれた時のようなドン的外傷と思われるという報告を行った。また、猫は壁に叩きつけるなどして意図的に殺されたのではないかと主張した。2016年4月までに英国動物虐待防止協会はこの事件に関する報告50件をクリスタルパレズ、ミッチャム、ストリーサム、ペッカム、チャールトン、リッチモンド、オーピントン、 ロンドン南部ファーンバラ、フィンチリー、トッテナム、ロンドン北部アーチウェイ、ステップ2西部、サリー州ギルフォードで記録した。また、同協会はキツネやウサギなどを含む複数の動物が同様の攻撃を受けたとの報告を行った。2016年6月に英国動物虐待防止協会は、ロンドン郊外で100匹以上の猫が切断されて、殺害されたと推測した。 この時点で警察はこの事件の調査に1020時間を費やしたと述べている。2016年7月までにマスコミと英国動物虐待防止協会はサリー州ホワイトリーフェで新たに猫の死体が発見された報告で事件が M25 モーターウェイ周辺で起きていることから犯人を M25 キャットキラーと呼んでいた。 その後の報告で、メイドストンとセブノークスで新たに動物の死体が発見されたことから、英国動物虐待防止協会は犯人を M25 アニマルキラーや UK キャットキラーと呼称した。2017年9月、重宝医学研究を行っているアラジェン・ベタネリー・フェレンジックスは、警察と英国動物虐待防止協会による犯人訴追を援助するために、 いくつかの動物の再検査を行った。2017年10月には動物の殺害報告が370件に上った。公臨部長刑事は模倣犯がいる可能性を述べていた。警察は同年8月から11月にかけて発生したノーサンプトン周辺における5匹の猫の殺害事件を一連の犯人によるものと関連づけた。その後、 31歳の男性が逮捕されたものの、黒いドの猫殺し事件との関連性は確認できなかった。2018年8月、最初の報告から3年が経過しても事件性を示す、科学的な証拠は見つからなかった。衣服や人間の DNA、凶器も見つからず、監視カメラにも犯人の姿は確認されなかった。2018年9月、 ロンドン警視庁は監視カメラの映像に狐が猫の死体やその一部を持ち運んでいる姿が映っていたことを報告した。あるケースではキャットフォードの学校敷地内にある校庭に狐が猫の頭を持ち込んでいる姿が監視カメラに映っていた。王立獣医科大学が主導で行った検視では猫の死体から狐の DNA が検出された。これにより、 ロンドン警視庁は車に轢かれて死んだ猫の死体を狐が切り取って持ち運んだことが事件の真相であると結論付け9月20日付で捜査を終了した。サリー州警察は殺害犯の犯人像を地元の動物愛護団体に公開していた。容疑者は40代の白人で黒っぽい服装をしていて短い茶髪。ヘッドランプや懐中電灯を持ち歩いている。 可能性があるとされていた。また、容疑者は猫に引っかかれるのを防ぐため保護服や手袋を着用している可能性があるとも考えられていた。当時の検証では容疑者はサウスノーウッドに住んでいる可能性が高いとされていた。事件を担当していた公臨部長刑事は2017年に猫は女性的な存在なので狙われているのかもしれないと述べ、女性や 女性関係に悩まされていることが犯人の動機ではないかと予想していた。また、公輪部長刑事は、そのうちエスカレートして女性や子供を標的にするのではないかとも付け加えていた。ノッティンガム大学の法位心理学のビンス・イーガン、准教授は、動物への虐待は人間への加害の前兆とされている。これは、飲酒やその他、 望ましくない反社会的行動の中で、より向上的な傾向を反映している可能性がある。しかし、必ずしもそうとは限らないということを、私たちは念頭に置いておかなければならないとの見解を述べている。2016年2月、動物の倫理的扱いを求める。 人々の会は犯人の逮捕及び逮捕につながる情報を提供した人物に5000ポンドの報酬を支払うと発表した。マーチン・クールームズ、ダーモット・リーリー、キャロリン・フラックといった黒いドンの著名人はソーシャルメディアを使用して犯人逮捕を呼びかけていた。ロンドン警視庁の警視総監であるバーナード・ホーガン・ハウは電子メール上で愛玩動物を飼っている者の一人として 猫が切断されたり内臓が飛び出たりしている報告を受けるのは悪夢そのものだったと述べていた。バイスは猫殺しと愛護団体であるスノルに関する30分のドキュメンタリー番組を制作した。ザメット・パリッシング・ロンドンはこの事件を題材にしたエピソードを制作した。2018年7月、ブリーストル大学で環境学を務め50年にわたり狐の研究を 行っていたスティーブン・ハリス教授はニューサイエンティストで事件性にことを唱える記事を書いていた。彼は猫がドン的外傷を受けて血液が凝固した後に頭部や尾部が切断されている傾向に目をつけ、これが交通事故によって死亡した後狐によって切断されたパターンと一致していると主張した。1990年代にもグレーターロンドンで数十匹の猫が死体が発見され、 同様のパニックが発生していた。この時は英国動物虐待防止協会がハリス教授に助言を求めていた。この事件は1998年にオベリスク事件としてロンドン警視庁が捜査を行っている。しかしハリスが猫を検視したことにより事件はひっそりと幕を閉じた。彼はこの時も猫は車に轢かれ狐が死体を切断したと結論づけていた。 ハリス教授は、キツネが猫などの動物の死体を切断することは何十年も前から分かっていたことだと語っている。エクセター大学の犯罪歴史学講師であるリチャード・ウォード氏によるとクロイドン猫殺し事件は集団パニックと多くの共通点があるという。社会不安や刺激的な見出しが危機感を増幅して魔女狩りの様相を停止、警察など行政への圧力につながることがある。 黒いドンの猫殺し事件は、このような集団パニックの結果だという。ありがとうございます。